い、こんにちは。日本改革党靴沢です。近藤辰一様、SLO ブルーマン様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して、政治活動資金させていただきたいと思います。チャンネル登録、メール登院登録、よろしくお願いいたします。11月23日、15時、17時、新大阪駅付近の店で、メール登院懇親会、今日から募集を始めます。登院の皆様は、メールをご覧ください。10月25日金曜日11時、東京地裁705法廷で河野太郎裁判、被告席にいますので見物にいらしてください。裁判の後ですね、東京地裁内の記者会見ルームで会見するんですけれども、会見はしますが、マスコミが記事にしてくれるかどうかは分かりません。会見してふんって質問も受けて、でそれ書いてくれるかどうかは不明であります。会見するだけして全然書いてくれないっていう事態もあり得ます。期日前投票してまいりました。予定通り比例は日本保守党に入れました。候補入手しました。こちらですね。ルールを守り信頼回復に努めます。小学生みたいなことを本当に書いてありました。しかも一番目に、憲法改正を実現しなんても書いてあるんですけど、一番下にあんたらそうやってね、票を盗んどいて、決闘以来69年間一文字も丸の一つも点の一つも変えてないよね、変えることできてないよね、改憲やるやる詐欺政党ですよね。立憲候補の広報がひどいという話。こちらですけれども、まあこっちの方かな、書いてありますね。株でいくら儲けても 20% しか課税されない金融所得税の強化に踏み込みます。いや、いくら儲けてもって損する場合もあんだからさ。あと配当無配当の株もあるしさ。金持ちへの憎悪を煽ってる。それにですね、損するか儲かるか分かんないのに 20% しかはないでしょうよ。年収330万円以下の人は所得税 20% 払ってないですからね。株や金融資産を持ってる人は立憲に入れない方がいいです。何も持ってない人も立憲に入れない方がいいであります。あとはアジア共同通貨構想なんても書いてあるんですけれども、冗談じゃねえですよね。なんで日本人が元やオンの信用を担保しなくちゃいけないんだって話でね。元が紙切れになりそうなんで慌てた中国共産党がですね、日本人に通貨の信用を背負わせようって考えて立憲に指示出したんですかね。裏面、維新から出てる長野博子ってやついいんですけども、この人は豊島区議会議員でした。私の同僚でありました。区議会時代にはですね、豊島区に住んでないんじゃねえか長野はって噂がありました。元民主党です。私が議会で共産党とやり合ったというんですね、懲罰委員会立ち上げに賛成票投資と投じやがった共産党の仲間です。性格も根性も最悪でした。なんか職員に偉そうなんだよね、横柄で。あと綺麗事ばっかり言ってるし実現不可能なね。首相石破、支持層離れに危機感、与党による過半数が非常に厳しい状況だ、肝心の自民党支持層を固めきれていないことに焦ると、世論です。安倍さんの支持者を切ったからだろう、自業自得だ、落選しろ石破、自民じゃなくて野党支持者から人気があったんだから当然、石破応援したのは自民党の崩壊を望んでた人たちだよ、今更焦ってるとかバカじゃないの。バカなんですけどね。テレビ脳の身内が選んだんだから苦しむがいい。民主党政権でマスコミに騙された人はもう忘れてるのかな。党員人気の石破さんなのにどうして、石破は地方の党員票が多いんじゃなかったの、なんで支持層がダメなの、与党が野党の批判で終始しちゃいかんでしょう。何度も書いてますけども、次の総理は石破さんって答えてた野党支持者たちがですね、自民党死ねって変わってですね、内閣支持率に
28% の危険水域に、落ち込んでんですよ。地方に人気、党員に人気っていうのはテレビが作り上げた大嘘だったんですよ。党員にも地方にも人気なかったんですよ。自民党議員はですね、テレビに騙されて、そっか選挙の顔は石破が有利かって石破に投票した結果がこれであります。政治の世界では騙される方が悪いですから、自業自得だからせいぜい苦しむがいいですね。石破に投票した自民党議員はね。石破総理、悪夢の民主党政権を覚えている人も随分減っている。凱旋してしまいました。安倍総理がこの言葉使った時にはですね、過去に終わった政権のことを引き合いに出して自分たちが正しいんだというやり方は危ない。国民が求めているのは民主党に対する批判ではない、ねっとりと安倍総理を批判してました。世論です。今までと全然違うじゃねえか。おめえも民主党と同レベルだろ。石破の変説ぶりは本当にひどいな。選挙終わればまた別人になるんだろうな。実際日本は滅びかけたからな。確かに悪夢だったな。仕事もなかったし、まあ民主党政権は三も二ですら大失敗と認めたからな。誰かが言ったことに対してですね、全部批判的なことを言ってたから、自分で発信すると全部ブーメランになっちゃうんですよね。これ立憲と同じじゃないですかって思われたあなた、その通りです。全てのお題についてですね、今後ますますの議論が必要だ。ねっとりって賛否を明らかにせずですね、逃げて両方に期待させて含み持たして、両方を裏切るっていうのをやってるしね。石破の真の敵は野党じゃなくて過去の自分ですね。あれはこう、これはそうって賛否を明確に明らかにする高市さんにはそれがないんだしね。ブーメランはないんだしね。劣勢に慌てた石破、全国の支部に激文を出してしまう。選挙は今重大な局面を迎えている。この選挙は改めて言うまでもなく政権選択選挙である。全党一丸となって決戦に勝利しよう。各位におかれましても全力を尽くしてご奮闘をお願いしたいと。世論です。自業自得だよね。石破焦ってんのか。何言ってやがる。一昨日来い。自民支持者の保守層は石破には入れたくないだろう。石破やめろマジで。参院選無理。旧安倍派狙い撃ちして非公認だの比例復活復活だの、自らね選挙を不利にして党内に亀裂を入れといて分断しといて全党一丸となってもうないもんだよな。受け取った側もですね、アホくさって思ったことでしょ。さぞかし全力で奮闘すれば当選するんだったら全員やってるってアホくせえな本当に。自民本部で石破菅森山小泉関口が五者会談、自公過半数割れした場合の対応を話し合った模様であります。関口って関口正和参議院議員71歳のことでしょうか。ガース最近パーキンソン病で、ボケちゃってるみたいなんで実質四者会談ですね。過半数割れした時にどこを第三党に引き込むかでも話し合ったんでしょうかね。世論です。石破執行部では国民民主党連立は無理かと。玉木総理の方が石破総理よりいいかもね。玉木代表は与党入りしないと投稿していたが、石破と思想が一番近いのは立憲だがまさかね。そうなったらこいつら5人は引責辞任だな。自公過半数割れは自公は明日47人落選で実現であります。自民はともかく公明は固いんで、自民党議員が47人落選と考えるとそんなに落ちるかな。ちょっと微妙なんですよね。裏金議員30人落選っていうのは聞いてますけれども、47人落選はちょっと微妙だな。そんなに落ちるかな。14人落選で自民党単独過半数割れは、まあ、確実な情勢なんですけどもね。非公認にした12人と比例復活不可にした43人全員落選したら面白いですね。敗戦は石破のせいってなるだろうしね。自公過半数割れになったら当然石破は辞任するんでしょうね。総裁、まさか維新とか民民に頭下げないといけない状況になってもよ、居座り続けないよな。日本保守党5人ぐらい当選して、日本保守党が連立与党入りしたら一番いいなって思ってますけれどもね。日本のためには。テレビ朝日、嘘が民主主義を滅ぼす。デジタルがもたらす怖さ。権力者が操る陰謀論に騙されるな。研究が鳴らす警鐘。どの口が言ってんだと話題になっておりました。世論です。お前らで自己紹介を打つ。何言ってんだこいつ。冗談なの？自虐なの？ナイスジョーク。テレビ局必死すぎて草。テレ朝がそれを言う高度なギャグ。印象操作しまくりが
何か言ってて草、嘘切り取り報道しない一流、捏造大得意のテレ朝朝日新聞に騙されるな、民主主義を滅ぼしそうとしている嘘つきってお前らのことだろ、マスゴミが権力者側じゃないふりするの何なの、ネットの悪口言いたくて必死みたいですね、テレビ新聞の影響力だだ下がりで昔みたいに騙せなくて焦ってるみたいだな、嘘つくとすぐあのネットで検証されちゃうから、マスゴミのネット像はそりゃすごいものがあるでしょう、嘘つき権力者が操る陰謀論に騙されるな、権力者のマスゴミが一から作り出したんですね、慰安婦捏造とか徴用工問題もそのものやんけ、騙されるなってそのものやんけこれ、今日の単身です。八王子萩生田光一候補の凱旋を50人の警察官が守る限界態勢、対立候補は有田芳久、ロインより大声嫌がらせ、最後は暴力の実行部隊の芝木隊の幹部ですね、有田芳久といえば、率いてた節もある、発表されてないが危害を加える旨の予告でもあったんですかね、芝木隊柄、上川陽子71歳さん、麻生さんに泣きついて推薦人を9人も借りていたのに決選投票で裏切って石破に投票していた、もう信用的にも年齢的にも無理でしょうね、女性が活躍する社会を、で高橋さんに入れれんだから自分以外の女性の活躍は気に入らないんだな、確か多分な、健康診断を実施している国はほとんどない、一つの診療科のみの狭い領域で問診や検査を受けられる国はありますが、体調が悪いわけでない人に対して法律に基づいて検診を実施している国は日本以外ありません、そうなんで知らなかった、私肺がんね、あの豊島区の無料健康診断で見つかったんで感謝しております、3B まで進んでてもうちょっと遅かったら切れないとこで知ったんですよ、だからあの日本長寿でいられんのかなって思ったりして、 Google 人員削減12,000人、世界中でね、世界中で12,000人削減するって発表してました、広告ブロッカーとかのおかげで広告あれなんですかね、不調なんですかね、それとも、もう作るだけ作り上げちゃってもうこんな人いらねえなって、思ったんだが、他の、ネット広告もあの頑張ってて競争激しくなってきたんだが、Google Japan 職員百数十名に退職を勧める通知が届きました、昨年2月に結成された Google Japan ユニオン労働組合ですね、話し合いがしたい Google Japan、では15人以下の人数で参加者は記名で、ユニオンイヤドス決裂、ユニオン日本の労使監視を守るのは当たり前だ、いやお前らがわがまま言ってるようにしか見えないですけどね、アメリカンな企業はですね、野球選手のように契約でいきなりね、あの戦力外通達されるんですよ、野球チームみたいな、雇用形式なの、その代わりあの破格の給料もらえるんですけどね、身分が不安定だからあの給料が高い、いつ首切られるか分かんねえって、更新してもらえるかもどうかも分からないです、これがあのアメリカンな外資ですよ、残念ですけど最初の契約に違反してなかったら抵抗してもダメと思われますね、百数十名を解雇したい Google Japan 一体全部で何人いて何割ぐらい解雇したいんですかね、百数十名って Google Japan 全体の何割に相当するんだろう、記事にその辺書いてないですけど東京新聞の記者は無能ですね、朝日新聞社説、政府の方針に原発を最大限活用とあるがそれでいいのか、今や日本の常識と乗りつつある、朝日の逆が正解と、朝日の逆をやりさえすればですね、生活は豊かに治安も良くなる人心も穏やかになります、朝日の言う通りにしてればですね、生活は貧しく人心は乱れ社会が混乱します、これがあの日本の常識となりつつありますねというわけで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。